おう、分かった分かった、はしゃいでんじゃねえよ。おお、こういうのお前さんの好みなんだ。あ、そう言われたらこっちとかさ、お前さんに似合いそうじゃない？これとか。ちょっと待ってね、じっとしてろよ。よっ、ほら、おう、いい感じじゃん。おう、めちゃくちゃ似合ってるよ。これさ、買ってやろっか。そうじゃなくて、なんか目的あるんだ。あっち？ああ、あっちか。オッケー、じゃあ行くか。ああ、なんだ、甘いものが食べたかったのか？ああ、しかし、ケーキってさ、よく見ると綺麗だよな。あんまりこういう店入ることないけどさ。見てるだけでなんかね、テンション上がってくんな。店員が似合う？本当？ちょっとやってみる。いらっしゃいませ、お客様。みたいな感じ？ああ、なるほどね。でも確かに、ちょっとこういうの憧れてたんだよな。なんて言うんだろうな、このケーキをサーブする感じの職業とかね。マジで？ちょっとじゃあ一回考えてみよっかなとかなんちゃったってして。本当だな、来るんだな。おお、でもしかしさ、本当にケーキってあんまり食わねえけど、いろんな種類あるんだな。そうだな、難しいな。でもね、いちごショートって基本だろ。これもうまそうなんだよな。あとこっちの桃のタルトかな、これもなかなか。フルーツ系って結構いいよね。お前さんどういうの好きなの？あー、モンブランとかな。確かにそういうのあるな。難しいとこだなこれは。あー、チョコもね、チョコ系も王道だよな。何食いたい、難しい。あ、お前さん見て見て、こっちこっちこっち、虹色がある、レインボーケーキがある。これさ、お前さんケーキじゃない？これいいんじゃないの、お前さんケーキいいじゃん。でもちょっと迷うな。味に関してはちょっと虹色ってどうだろうってところもあるしな。どうしよっか。どうする？わかった。じゃあ、食べたいの全部買っちまうか。すいません。これと、それと、あれと、ください。ちょっと楽しみだ。ああ、そうだな。てか、買いすぎたんじゃないか、ちょっと。荷物いっぱいじゃないか。ほーら、俺が持ってやるよ。しかし、バッグとか持ってないよかったな、これ。ああ、家帰ったらバッグ作っちゃうか。お前さん、どんなバッグ欲しい？ああ、トートバッグ系な。いいね。よし、じゃあそれも考えるか。まあ、とにかくこのケーキ、崩さずに持って帰ろうぜ。大変そうだけど。